桐生さん、桐生さん、もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが、逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。南波さん。ああ、どうも。どうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか。何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚ねえとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん。ん？聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったって罰は当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。
何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。キリオさん、失礼しますよ。ああ、もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか。ダメですよ。それじゃあ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことは、ほら、あの A ちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかく、あんたは少し休まねえと。無駄だよ、難波。その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきしまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの、ええ、孫妃ですよ。覚えてました。今はハンピン・リューマンも束ねる偉人帳の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに。病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。あの俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういや、この町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん、あんた
一番好きな食べ物ってなんだ。なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる。最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今の桐生さんにそんな話。別に構わねえよ。けどなんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ。あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか。無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ。言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ。コミジルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです。多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする。ん、私か。なんだよ。いざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この町にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺もソンヒに乗りますよ。町に出ましょうや、キリュウさん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだよ。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り異論は認めん。
どうも、こんばんは。ちょっといいですか？ん？今、僕ら財布なくしちゃって。だから、お金貸してもらっていいですか？ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとるんですか？こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいるときにこれとは最悪のタイミングだな。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしてんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。それな。はあ、桐生さん、下がっててください。なんだと。言いたいことは分かってます。でもあんたは今こんなことで体力使っちゃダメだ。あんたのエネルギーはもっと楽しいことに使ってもらわには困るんだ。ああ、それに言ったろ、この町にいる以上あなたは私の客人だ。この不始末は私がきっちり責任を取る。ってことで、やる気ならかかってこい。中年の意地見せてやら。やってやろうぜ。やってやろうぜ。なんだこれは。どうしました、桐生さん。具合悪いっすか。いや、そうじゃない。なんだ、何が見えてる。ん？そういえば、春日が似たようなことを言っていた。敵がモンスターに見える、だったか。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ、気をつけろ。気遣いには感謝する。だが、てめえが売られた喧嘩を人任せにするのは趣味じゃねえ。俺も混ぜてもらうぜ。何？バッティングの前の準備運動だ。ったく、無理せんでくださいよ。やるか。仕留める。空くれてやる。跳ねて飛べ。行くぜ。見さらせ。トーク私に。相手してやる。終わらせる。くれ。出番が来たな。かかって。脇が甘いな。そこだ。寝てるな。くれ。頑張りますか。ほっ。私ほっ。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 ほら、俺の番か。使え。ありがとう。必殺当たれ。止める。終わらせる。桐生さん、大丈夫でした？ああ、ありがとうな。おかげで助かった。なんだか逆に気使わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ。お前たちのおかげで
俺も春日の見てた光景を見れた。俺もあいつから話を聞いた時は分からなかったが、どうやら仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。キリュウさん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ気を取り直していきましょう。ああ。ありがとうございました。校長だ。カレーの匂いがすると無性に腹が減るな。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね。ほう。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。DVD。 なんだ、見たい映画でもあるのか。いや、そういうわけではないんだが。まだまだ余裕だぜ。目的も決めずにフラッと電車でどこか行ってみたいっすね。ほう、それも楽しそうだな。やってみるか。お、乗ってくれますか。それでどこに。また来てください。何を選べばいいんだ。どうだ。
物は試しだ。どれにしようかなと。どうだ、俺に似合うのどれだ。いろいろ試してみよう。どうだろうか。さて、どれにするか。切り刻む感覚が忘れられない。頑張りますか。いくぞ。その肌を血で濡らすとは何だ。仕留める。ご褒美だ。俺の場合見たらせ。よいしょ。おしまいだ。おらぎる。まだ強くなれるか。人生これ成長喜んでおくか。頑張りますか。見さらせ。これだ。そうしない。こいつは重いぜ。頑張りますか。おしまいだ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたんだよ。まだまだ強くなりそうだ。まあ、こんなもんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。飛ばせ。
いやお見事でした桐生さん、ナイスバッティング。体大丈夫っすか？ああ平気だ、すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。ふん、何を言ってるんだ。これだけで満足してもらっちゃ困るね。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ、それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな、不思議なもんですね。さあ次は何をしようか。そうだな、なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか？腹が膨れたらカラオケもいいが、堂島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはね。話半分かどうかその耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか？桐生さん、エンディングノートって知ってます？エンディングノート？いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うと、お手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ？同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど、心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それは桐生さんの意思だ。俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。なんだ。バス戦で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。桐生さん、
あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として受け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう、じゃあ早速始めましょうや。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ、あんまりおすすめはしたくないですけど。寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな。いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたいありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すみません、いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いや、すまない、笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだよそれ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？桐生さん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え、これから書くところだったんだ。いや、決まりだ。もうその日お前もいいだろ。女だっていい女は好きなんだ、もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。そろそろ行かないか。
よし。思い出す。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。いらっしゃいませ。3名様で。ああ。ご指名はございますか？サッチャ。ああ、いや。サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい。失礼します。ちょっとなんちゃん。キリュウ。何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト？ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど。なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、サッちゃん。俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ。もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ？そういうこと。手伝ってくれるか？当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心して、キリュウさん。私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか？何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫輝だけじゃ花がないんじゃない？ふっ、面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？
チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけでよろしくどうぞ、キリュウさん。よし、これでさっちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直少し意外だった。ん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしても、ね、そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた、何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。桐生さんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ、このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫妃も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんで。ああ、全く同感だ。なんちゃん、一番。ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ねえ、キリュウさん。ああ、俺が向こうで会った時は、よいしょっと。すぐに楽にするぜ。走り込んで。出番が来たな。よいしょ。おお。調子いいぞ。はっ。違う。見せてあげる。行くぞ。頑張りますか。やいや。脇が甘いな。私の番。まだ強くなれるだろう。人生これ成長ってな。
見とれないでよね。誰か。どれにしようかなっと。私の好みとしては、第一印象が大事ね。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。うん、こちらは鈴木太一さん。もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして。サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな。ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さあ始めようじゃないか。
ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。夢を追って傷ついて。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさんだいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッちゃんのおかげだ。水臭いんだってナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としては桐生さんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。キリュウさん、お上手でした。ええ、最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。え、次の曲も俺だ。いや絶対わざとでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。握り拳が俺たちのジャッジメン。ちょっと失礼するよ。うん、早く戻ってこいよ。いやー桐生さん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。ほんと？あー、マスター、おかわり。私だ。どうした？重要な連絡だろうな。私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。わかってるよ。でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よぉソンヒ、なんだよまた眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ気がかりな情報って。青龍会に妙な動きがある。組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよそんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。
それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る。それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に青龍会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた慈善事業の拡大版といえる。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今青龍会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら青龍会に行く理由はないはずでしょ。エビナの言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなのか。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろ。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。青龍会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近青龍会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。青龍会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹の中に隠してた。それが今は青龍会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。青龍会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは偉人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。はい。はい。ほう。ありがとうございます。
まで行かれますか。それでは出発いたします。キリュウさん、どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。これが青龍会の。ああ、新しい支部だ。そしてここはかつての東城会本部施設だった。大解散の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって青龍会が。偉人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが、実際この目で見るとやはり青龍会の動きは穏やかじゃないね。キリュウさん、この場所に東城会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城やエビナと話せるわけじゃない。キリュウさん、あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろ。ああ、そういやソンヒムか。よっしゃ、俺が行ってくる。どうも、俺は難波ってもんで。沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね。何かご用で。いや、俺はその沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんで、ご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう。じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね。若頭の。俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。ぶっ殺されてえのかおっさん。青龍会若頭補佐の奈良崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。
話せそうなのが出てきたね。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。奈良崎さんがわざわざこいつらを。若いのは物を知らん。しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がしてどこにいる。まあそう焦らず、どうぞお入りください。こそいらっしゃいました。歓迎しますよ。清流会の沢城と申します。ずいぶん大行な出迎えだな。驚かれたなら申し訳ありません。ですがこれも必要なことなんです。なんせ東条会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ。連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの奈良崎がご案内差し上げます。案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですか。なんですって、あんた今なんて言った。おい待てって、さっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ火遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。いくらでも戦えるわ。あの、
やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んでろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。東上界の四代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですがつい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ皆さん。桐生さん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは東上界のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんでな。あんたに悪気はなくとも知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ立場わきまえろよこら。いいんだ奈良崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。改めまして、どうかおかけになってください。では始めましょうか、桐生さん。清流会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、仇の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫飛が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。清流会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジュルの女王、お耳が早い。
我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー、桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと。40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で個人的な心残りがあると伺った。もちろん茜さんのことです。そこで私は彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ、こちらからコンタクトを取ると彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元棒の受け入れも申し出てくれたんです。つまり最近清流会に入れたにわか組員たちはそのネレ島に。ええ、うちが横浜の倉庫でやっているのはいわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレ島はパレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか。お詳しいですね。ですがそこも含めてパレカナは飲んでくれています。それにうちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ。一応ハワイへ行かせたのは純粋に前々から茜さんが会いたいと言っていたからです。だから清流会の件とは一応無関係ということになります。沢城、お前は今茜さんがどういう状況か知っているのか。どういうことです。パレカナに使われているギャングどもに追われている。連中の狙いは茜さんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって。確かなんですか、その話は。その反応は知らなかったってことか。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。ましてパレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出まかせを言ってると。この場では水かけ論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか。そりゃとはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか。改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする。ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことが
どれほど重いかは四代目ならご理解いただけるでしょう。そうか、なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたらぜひお食事でも。はあ、そうなるといいな。いやあ、かましてやりましたね。あの沢城もずっとかしこまってやがった。ほんと、ヤクザの本拠地まで行ったのに全然怖くなかったもんね。しかし、収穫は少し物足りなかったかな。そう？青龍会とパレカナがつながってたのが分かったのは大収穫じゃない？ヘビナがブライスの本性を知らなかったかどうかが問題だけどな。今は海老名たちの反応を待つしかなさそうだ。そうだね。そういや、キリュウさん、その後やりたいこと増えました？エンディングノート忘れちゃいないでしょうね。覚えてるよ。そうだな、久しぶりに本部なんて行ったからだろうな。一つ大事なことを思い出した。お、何です？あまり楽しいことじゃないんだが、墓参りに行きたい。俺の大切な人たちなんだ。全然いいじゃないですか。俺らもお供していいですか？そうしてもらえると俺も助かる。一人だと少し湿っぽくなりそうだからな。そう言ってもらえると私も嬉しいです。私たちだってキリュウさんの力になりたいんですから。ああ、ありがとうな。よし、なら早速向かおう。道案内は頼めるな。ああ、タクシーを拾おう。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。すまなかったな。さあ戻るか。もういいのか？ああ、おかげで墓もきれいに掃除できたし、報告も済んだ。どんな人たちだったんですか？みんな
俺の家族だ。血はつながっちゃいないが、そんなことは関係ない。俺の大事な家族だ。ここに来るたび妙な気持ちになる。俺は後先考えられねえ歳だからよ。誰よりも真っ先に死ぬもんだと思ってた。なの俺がみんなの墓に手合わせてるんだからね。キリュウさん、久しぶりに手合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん。よう。お連れさん方は問題ないんだろうな。あ、ああ。桐生さん、お知り合いで。あ、あ、なら会っちゃまずいんじゃ。大丈夫だ。この人は全部わかってる。そうか、あんた伊達刑事か。お前は孫悲だな。偉人町裏の顔役。はあ、どうやらまだ厄介ごとに首突っ込んでるみたいだな。キリュウさん、俺たち先帰ります。きっと積もる話があるんでしょう。すまないな。いえ、それじゃあまた後で。すまねえな、気を使わせちまった。だがせっかくだ、ちょいと昔話でもするか。時間はあるのか。ああ。まあ、お前と久しぶりに飲むならここだよな。とはいえ、お前はそれ一杯だけだ。俺は好きにやらせてもらうぜ。ひでえことしやがる。ママはいないのか。今日はたまたま休業日だ。そういうことにしておくよ。ありがとう。痩せたな。正直驚いた。そうか。伊達さんにはわかるか。そりゃな、お前を追っかけた時間についちゃギネス級だ。そんなに悪いのか。はあ、医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって呆れられたよ。別に大道寺一派に義理立てしてるわけじゃねえんだろ。ハワイで遥かに似た子に出会ったんだ。ダニって言うんだ。うん。何の罪もねえガキが大人の勝手な都合に振り回されて命まで取られようとしてる。放ってはおけねえんだ。お前はいつもそうだな。一にも二にも人のためだ。残りの時間くらい自分のために使ったらどうだか。難波たちも言われたよ。けどお前は昔からそうだったからな。こうなってからよく考えるんだ。俺の人生はあの時、錦と由美が死んだあの時、一度終わりかけていた。それを引き止めてくれたのは伊達さんの言葉だったんだよ。俺は何か言ったっけか。とぼけるなって。
かけがえのないものを守り続けろ。どうやらそれが俺の原動力らしい。ならまだやすやすとはくたばれねえな。守りてんだろその子のこと。ああ。じゃあ今は英気を養う時間だ。まだ時間はあるのか。久しぶりに会ったんだ。いやでももう少し付き合ってもらうぜ。望むところだ。お帰りなさい、桐生さん。結構飲んじゃいました？大丈夫だ。一杯だけにしておいた。特に問題はなかったのか？ああ。時間があれば、またちょくちょく会うことにした。構わないか？もちろん。ただ、酒はほどほどで頼みますよ。ああ、わかってる。本当に分かってます？本当にほどほどですよ。かなわねえな。ああ、約束するよ。それじゃあ、今日のところは春日のアパートに帰りますか。開けてみるか。開いた。この店ではレシピ本がベストセラーなのか。孫悲は料理もするのか。まあたしなむ程度にだがな。ただ私は少々辛く味付けをしすぎてしまうらしい。部下に振る舞ったらみんな顔を赤くしていた。なら先に半純義に味を見せたらどうだ。させてこの結果さ。あいつめ気を使ってうまいと言いよって。なるほど、参謀の気遣いがあだになっちまったのか。なら俺が今度味見してやろうか。遠慮なく感想を言うぜ。桐生さんに味見、それはむしろ本番では。ん？
何だって着こなしちゃうわよ。気に入ったわ。どれにしようかしら。第一印象が大事ね。何だって着こなしちゃうわよ。どれにしようかしら。焼きそばの香りがすると不意に夏祭りを思い。こんなことあったな。もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえならあくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがねえ。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店の門に話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。
よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ？どういうことなんだ？来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ？伊達さんの連れなんだろ？さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ？あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。ちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、大地だ。でもなんでここに？たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんだよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。だってさ、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって大地の姿を見てどうだ？やっぱり会わずにいた方が良かったか？死ぬまでにやりてえことには入らねえか。大地のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしている。けど違う、それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥や春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。
だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だってタイちゃん可愛いんだもん。私ずっとタイちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大地のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください。暴力はダメですって。おい、よせバカ。お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよありゃ。大気のやつできすぎだろう。ああ本当だな。さあ行くかよ。お前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。ああ、大ちゃん大丈夫？しっかりして。ちょっと、お客様、しっかり。なんてことを。警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ。出ないと俺が大地の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。なめるな。やってやろうぜ。頑張りますか。必殺見とれないでよね。ひでえな、おりゃもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。あそうか。お客さん、消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。
もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまねえ。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そうか、俺酔っ払いに殴られて、あの後誰か来ませんでした？誰だって？もしかして桐生のことか？え、お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大老実派が黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大老実派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こ
こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。エモいぜ。あんたにも見せちゃえばいい。始めよう。頑張りますか。必殺近づくな。
しない。行くぜ。至らせ。感知した。仕留める。いや、潰れろ。撃てな。まだ強くなれるだろう。見とれない。いい感じ。さっきの続きだけどさ、そういやよ、お前に搬順儀から聞いたんだけどよ。ん？コミジルにある風車って洗濯機1台回すくらいらしいじゃねえか。今もまだやってんのかい？ああ、風力発電のことか。もちろんだ。日々研究しているぞ。性能もアップデートして、そよ風でも取りこぼさず発電できるようになった。ってことは、そう、脱水ができるようになったんだ。安定した発電が課題だが、やはり自然エネルギーだと難しくてな。乾燥できるようになるにはまだかかりそうだな。ナンバが自転車こいで発電してくれてもいいんだぞ。それは遠慮しとくぜ。なあ、
違う。チッ、キリュウさん、なんだと？手にならねえな。まだ強くなれる。悪くない。ありがとう。
ここは中国パ…ああ、リンリンですね。前にサッちゃんが潜入して客に脇舐められそうになった。いらんこと言わなくていいの。いろいろ大変だったな。まだまだ強くなれそうだ。懐かしいな。マッサージ店行きたいな。腰が凝っちまって。俺強く。喧嘩してんのか？若い頃やってやろうぜ。出番が来た。見さらせ。来ない。脇が甘いな。さあ、勝負。これはなかなか。逃げさせない。容赦しない。悪く思うね。人生これ成長ってな。さっきの続きだけどさ、マッサージ店行きたいな。
懐かしいな。キリュウさん、ここのキャバクラ一番とよく来てたんですよ。いい子も多いし、パーッと楽しむにはもってこいっすよ。ここ、うちの…ライバル店なんですけど…あ、ナンバのお墨付きなら、ここもいい店なんだ。おお、女性も OK なのか。面白そう。わかった。任せろ。もしもし。ソンヒだ、キリュウさん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。は？何の話だ。今そちらに動画の URL を送った。さっきタタラチャンネルって人気の VTuber が公開したものだ。動画？島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ。聞きました。相手の男がキリュウさんって呼びましたよね。彼は間違いなくキリュウカズマです。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、カズカ。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのが春日一番？なんで？どういうこと？というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは清流会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日
彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東条会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東条会の復活です。だからかつての東条会本部を買い取った我々に対し建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか？彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東条会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。桐生さん、大変だ。ネットにたたらチャンネルが。もう知ってるみたいね。孫妃が教えてくれたんだ。大丈夫ですかね、桐生さん。あんたが生きてることこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな。花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ俺はもう長くねんだ。大事にはならねえさ。そんな、桐生さん。だが海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、たたらチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ？さ、そんなこと言われてもよ。それにたたらチャンネルは海老名たちとどういう関係？
現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ、キリュウさんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サイコ。ソンヒ、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、エビナたちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？いつからってことだ？少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃエビナたちは晒す必要のない顔を一階の配信者のために出すか。ん？清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのは、エビナたちが自分の情報発信にタタラを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのタタラチャンネルの大半の情報源はエビナだったんじゃないかとな。それってエビナがいろんなネタをタタラチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、ソンヒ。エビナの経歴だ。あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？それがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう。その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を鑑みるに、大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか？確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはタタラに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカナの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんですね。エビナと沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる？さあな、そいつはまだわからねえ。じゃあまたエビナたちと話しに行く？そうしたいのは山々だが、昨日とは訳が違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。キリュウさんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、ソンヒの言ってることは正しい。ならこういうのはどうです？清流会は新事務所ができた分、偉人町本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。なるほど、それなら悪くないな。ああ、行ってみるか。
ありがとうございました。ここですよ、桐生さん。青龍会の本部です。はい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 、お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルです。なんだこいつら。皆さんご覧ください、伝説の極道が今私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰、桐生一馬氏です。ああなるほど、再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ桐生さん。すごいっすね、自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。それが明るみに出て今どんな気持ちですか。ほら一言、早く早く。邪魔だ。あっ、いって、ほ、骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。当たり屋か。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが桐生一馬という伝説の。ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せろ。本当に病人なのこの人。おい、ざけんなよ。マジか、骨が折れたじゃねえか。全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ。行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど。大丈夫だ、話はついてるからよ。こっちに来ることは海老名にはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。これが青龍会からの宣戦布告ってとこだろうな。ならどうする、キリュウさん。決まってる、売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。沈めてやる。楽しませてもらうよ。頑張りますか。ミッサー。仕留める。やっ、潰れろ。どうした、どうしよっかな。こいつは重いぜ。見さらせ。ほらほら、
の差を見せる。どうしよっかな。こいつは重いぞ。まだ強くなれるよ、ね、まだまだ強くなれそうだ。いいか、見とれないでよね。さっき清流会の奴らと話がついてるって言っていたな。あれどういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船を俺が乗るぞ。治る保証はねえけどな。たたらチャンネルから DM が来たんです。キリュウさんがその清流会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して、いい動画を撮れと。孫悲の予想通りだね。タタラチャンネルとエビナたちは繋がってた。はあ、サワシロもグーだ。カスガがハワイへ行かされた。何か理由があって仕組まれてた。どんな理由。ハワイの状況を聞いてみる。こういう時のために連絡要員がいる。連絡要員？多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか。ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。